ラジオを聴いているみんなこんにちは今日はいつものラジオと一味違う番組じゃじゃーん第2回ファンクラブバトル1位年、ルシフェルのゆるゆる一人語りの時間よ進行を私ルシフェルでお送りするわみんな今日はよろしくお願いねまずはファンクラブバトルに参加してくれてありがとうそれからお疲れ様 第2回も前回に負けないくらい盛り上がってすっごく楽しかったわね私2回目だからザックンを吹っ飛ばすコツを掴んでいたのよおかげでバンバンと奥まで飛ばせたんだからいいアドバンテージだったわ新しい参加者も増えて第1回よりもヒヤヒヤする場面が多かったけどその分みんな一生懸命だったし大盛況だったわね やっぱりお祭りは大勢でやらないと <laughs> <laughs> さーっさて存分にじらしちゃったけどこの番組にあたしが出ているってことはどういうことかもうわかってるわよねそう今回のファンクラブバトルの優勝はあたしルシフェルなのやったーイエイ ほら紙吹雪とかクラッカーを鳴らしてくれていいのよ <laughs> みんな応援してくれてありがとう <laughs> 吹き飛ばすコツ以上にみんなの応援があったからいつも以上のパワーが出せたわ応援って本当に大事なのね第一1回から分かってたんだけど改めてそう思ったのこの優勝はみんなのおかげよ 本当にありがとう <laughs> 今日は「ありがとう」ばっかり言っちゃいそうだわいやーでも殿堂入りしたリアの勢いは相変わらずすっごいわねもうね笑顔が輝いてたわよあの子のファンは <laughs> そうなのリアよりファンが喜んじゃってて <laughs> リアは本当に苦労してきたのよ 展開に行った時も地上であたしたちと会うまでもそうだし寂しくて大変な思いをした分たくさんまやかしてもらうべきなのよだからリアがこんなにたくさんの人に愛されててあたし安心よまあでも今回の優勝はあたしだから当然ラジオ放送もあたしたくさんお祝いしてちょうだいリアには ままた今度出てもらいましょう勢いで言うと今回から参加したブネとたまもの前はすごかったわね特に初参加のガーゴイルはポテンシャル賞を取ってたし私も抜かされるんじゃないかってヒヤヒヤしたわ第3回ではブブもウカウカ捨てられないわよ次はサタンも参加するんだし <laughs> 強力なライバルが増えて焦っちゃいそうでも、絶対負けないんだから第三3回も盛り上げていきましょうねあらスタッフさんから今資料をもらったんだけどああこれファンクラブバトル開催中にみんなからもらったコメントじゃない。 読んでいあい <laughs> やったーじゃあ紹介していくわねマッチョはニケさんから届いたコメントよベリアルの次はルシフェルをでん入りに <laughs> ニケさんはあたしが今回1位を取るって信じてこのコメントをくれていたのよね嬉しいありがとうね今回の活躍で 私が伝道入りするかどうか楽しみに待っててちょうだいさあお次はセネカさんかしら読み方が合っているといいんだけど <laughs> 送ってもらったコメントを読むわね優勝できて本当に良かったお疲れ様でした <laughs> セネカさんもお疲れ様よ前回は2位だったから 今回こそってみんなと頑張った結果ねこの優勝はみんなと力を合わせた結果よありがとう最後に稲葉のさんから届いたコメントよ第2回ファンクラブバトルオツでした稲葉さんもバトルオツよえっとオツってこうやって使えばいいのよね たまにペネムエが言ってるのを真似してみたんだけどどうかしら改めてファンクラブバトルのことを考えると数日間かけてする体力勝負のお祭りなんだから疲れて当然なのよね楽しかったもそうだけどお疲れさまとも言いたくなる気持ちわかるわあーでもお祭り中は屋台なんかも出てて よく動いた後の腹ごしらえができて良かったわうん焼き鳥屋のおじさんには後でお礼を言っておかなきゃ屋台の焼き鳥ってなんであんなに美味しいのかしらねやっぱり炭火で焼くのがポイントきっとおじさんの秘伝のタレも関係あるのよね家じゃ絶対に真似できない味だしうーんなんとかレシピを教えてもらえないかしら ああとはりんご飴。あれおいしいのよねりんごのシャリシャリした部分と飴のパリッパリが最高。でもかじりつくのが大変で半分くらい食べたら顎が痛くなっちゃったの最後はブブが包丁で分けてくれたわ最初からああすればよかったんだろうけどやっぱりりんご飴はかじりつくのが一番だもん これは譲れないわおっとなんだか話がそれちゃったわねあだ私たたら食べ物の話ばっかりじゃないそうじゃなくってみんなでワイワイできるファンクラブバトルが大好きってことよコメントももう少しもらってるわアルさんやリンさん黒の剣士さんそしてたくさんの人から お疲れ様のコメントが来てるわ <laughs> ファンクラブ参加のみんなをねぎらってくれてありがとうね一位を取れたお祝いに何をしてもらったか <laughs> 実はね教会に帰ったら みんながバケツプリンを作ってくれてたのよブブとリアには大きいからさすがに食べきれないんじゃないって言われたんだけどちちちッチ甘いわ私がプリンを残すわけないじゃない余裕で完食したわよでも途中でサタンが今日は特別なお祝いだからって生クリームとさくらんぼあとは いちごとかメロンを用意してくれたのあたしの顔より大きなプリンに果物と生クリームで山盛り飾り付けてくれてサタンたらちょっと不器用だからいちごとか落ちちゃったりしたけど <laughs> あんなに豪華なプリン食べたことなかったわみんなの気持ちがこもっててすごくすーっごく美味しかった こうやってみんなでワイワイできる日が来るだなんて天界にいた時は思いもやらなかったわ地上に来てからは夏に海にも行ったしでもまさかゴーストを倒す羽目になるだなんてね私はバカンスのつもりだったのに想像手のやつまあアスタルトの野菜でするバーベキューは美味しかったしなんだかんだ 綺麗な海をあたしたちだけで独占できたから結果的には楽しかったけどね帰り際にアストロトが海岸でも育つ野菜を研究したいって言い出した時はちょっと困ったけどアイペロスと一緒にまた今度来ましょうってことで納得してもらったわ。 しゃべってるとあっという間ねあたしスタッフさんに止められなかったら永遠に話し続けてたと思うわ前に一人でゆるゆるしゃべるだけのラジオもあったでしょあの時も止まんなかったのよねはいはいちゃんと終わるわよあーでももっとみんなに話していたいわさて なんだか最後は思い出話になっちゃったけどラジオを聞いてくれているみんなは楽しんでくれたかしらそれじゃ最後の締めくくりだし仕切り直しをするわね、うんラジオを聞いてくれているみんな改めて第2回ファンクラブバトルに参加してくれてありがとうみんなのおかげで 前回よりりりも大盛り上がりだったわ第3回が開催された時にはみんなの力をもう一度貸してちょうだいね私そのためにもっとザックンの吹っ飛ばし方を研究するから次はゴートウルフの端から端まで飛ばすくらいのぶっ飛びを見せてあげるみんな今日は私の話を聞いてくれて本当にありがとうまた会える日を 楽ししみにしているわそれでは本日の第2回ファンクラブバトル1位記念ルシフェルのゆるゆる一人り語りはあたしルシフェルでお送りしましたバイバイ